行動するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。バイモンちゃんと英雄騎士のお兄ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか。あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。ずるいぞ。いきなり鹿狩りの配達員になりきるなんて。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな、この件の主役に話してもらおうか。うん、クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？
反省室がどうのこうのって話みたいにか。こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うー、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って。ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。って書いてあったの。ああ、アリスからだったのか。それが一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん、ママの友達のお家はスメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。英雄騎士のお兄ちゃん、いい？やったー。英雄騎士のお兄ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫。ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら、瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないから、むやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだし、ちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか。ひひ、いそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所は、うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお兄ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。
風の導くままに。君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレー。わかってるって。クレー気をつけるから。よし出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村。ガンバルダー村。おい今何村って。おい、変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。ごめんね、わざとじゃないよ。そりゃ分かってるけど、でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い。本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコマ。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えばそうそう、初めて見たときはオイラもびっくりしたぞ。クレー、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。本当？じゃあクレーも帽子をぶつけ返す。クレーは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよ。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだからきっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよう気をつける。できるだけ。本当か、いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。のことなら確かに他のレンジャーから聞いたことがある。そう、やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。あれ、旅人パイモン、ガイアさんと、それにクレイまで。クレイのお姉ちゃん久しぶり。クレイにエウルア、お前たちなんでここに。特にエウルアに聞きたいんだけど。
遠出してきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。どうしてみんなが来るの？今困った顔しなかったか？そうだな、行こうぜ。私に気を使ってそこまでしてくれる必要はないわ。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう。早く俺たちにも教えてくれよ。ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと私はいとこを探しているの。少し前彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ。はるばる別の国まで方法を探しに？まさかスメールで勉強でもするつもりなのか？それはないと思うわ。彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているもの。もう一段階上の勉学となると、あくまで私の彼に対する印象だけど、その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。その上私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。エウルアって優しいな。そうだよ、エウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたな。彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。君たちはどうして急にここに現れたの？そうだったのか、困ったな。ディナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだ。でも私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと、砂漠の…砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ砂漠のおばちゃん？セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。全ての願いを叶えてくれる秘境、本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。私も一緒に行っていいかな？役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。コレイの能力なら安心できる。
これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。実際にこの目で見るとすごいな。確かに壮観だな。どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから、ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき私が読み間違えちゃって、そのせいで。そんなことないよな。違うよ、絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。1回目の時はクレイも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか？仕方ない、探してみるしかないわね。疲れたぞ、喉も乾いたし。おかしいな、不思議な招待状に何か問題でも起こったか？あれ、すんま、まさかクレイが壊したんじゃないよね？でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪、シワもついてないし。ん？栄誉騎士のお兄ちゃん、何かいい方法を思いついた？あ、おいら分かったぞ。ほう、なかなか面白い考え方だな。不思議な招待状もここにあることだし、招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。クレイ、とっておきの技があるよ。へえ、どんな技？私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。不思議な招待状さん、不思議な招待状さん、クレイは助けが必要なの。あれは瓶？どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ？結構よ、私には向いてないわ。瓶って言うとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか？瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。あ
本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。ほら手を出せよ。道があるよ。クレー行ってくる。おやおや、こりゃお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。ねえ見て、ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね、あんなに小さな瓶だったのに。みんなここで少し休憩を取りがてら現状を分析してこれからどうするかを決めましょう。そういえば魔瓶の物語を知ってるやつはいるか。あ、キングデセレトと瓶にいるジンニーの話か。全部の単語が分かったわけじゃないけど読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それってどんな物語なの？昔ね、冒険隊が瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でもそれは魔瓶って名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。わかった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。クレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん。ここは眺めがいいけど、やけに静かだ。それにクレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな？きっとフィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいにお部屋がすっごく広いのかも。もしかして今クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして。仕方ない、とにかく奥へ進んでみよう。この先で会えるかもしれないしな。道は
もう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな。奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ？この先に何か変な。我をここに呼んでいる。断罪の名においてみんなも宝が手に入るといいな。
きな水の球体だぞ。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？ひひ、これだけ大きければ中に入れそうだな。なんで急に脅かすんだよ。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは…わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。ガイアお兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ。本当に化け物が出た。でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当にオイラをパクリ飲み込んだりしないか。お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。あ、行かないで、待って。止まった。もしかして私たちの言葉がわかるのか？わかった。この子きっと案内してくれてるんだ。町の猫ちゃんみたいに。町の猫ちゃん？モンド城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろう。お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけば。たどり着く先はその通りだ。後について行ってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。
地があるぞ。それに石の壁も。この装置、さっき見た大きな水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは、私たちに何かしてほしいってことなのか？あれ？しずくちゃんのお友達、中に閉じ込められてるの？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でも、どうするんだ？まさか石の壁を壊せってことか？ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか？しずくちゃんが消えた。でも代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。そう、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でもどうしたら壁の模様に入れるっていうの？しずくちゃんと同じ方法を使うとか？ねえ、抽象的だな。いや、クレイの言う通りだ。しずきちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか。よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。石壁の方の箱も一緒に動いたぞ。しずくちゃんが中から出てきた。さっきまで真っ平らだったのに、壁から出てきた途端まん丸になったな。しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。ありがとう。英雄騎士のお兄ちゃんのおかげで助かったって。さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？確かになんともなさそうだな。ならよかったわ。やっぱりエウルアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、
ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。ああ、また行っちゃったぞ。でも、いい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。この建築様式、なんだかこの先には小さな町があるみたいだ。まさかこの秘境の中にはたくさんの住民が住んでるのか？砂漠のおばちゃんも中にいる？イリアさん、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日、状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても、ここの主であるあなたがこの状況に甘んじていていいのですか？私、別にここの主ってわけじゃ。あれ、なんか一つは聞き覚えのある声だよな。もしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。クシさん、おっしゃる通りです。でもここまで来たら、思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは、心残りと後悔を残さないことですよ。そりゃ進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でもここから巻き返すなら。ヒヒ、オイラはもう分かったぞ。栄誉騎士のお兄ちゃんが違うところで知り合ったいいお姉ちゃん？巫女さん？巫女と魔女ってどんな関係？あなた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は神境の管理人のイディアです。こんなに荒れたところ、お見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さん、こんにちは。私は…大丈夫、私がまとめて紹介してあげます。ん？まずは挨拶した方がいいかと思ったのですが。でもまあ、お願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で、
立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の陰陽寮って聞いたことあります？陰陽？何なんだ？陰陽寮、それは厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を個、乙、へ、定の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。え、ちょっと待ってください。この方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物、人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。学校史上まれに見る低学級を率いて、低学級ってなんだ？さっき栄誉騎士のお兄ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話は？これってバラされて修羅場ってやつ？それか、もしかして外で偽名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとか。ちょっと恥ずかしいような、でもすごいような。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。うん、周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。うん、軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は三五宮ここみと申します。あれれ、おっと、失礼しました、軍師さん。あ、三五宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません、名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。クレ、わかったよ。ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。あのね、教えてあげる。物語には凛の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も、騎士って呼ばれる人も。産後の宮お姉ちゃんは物語の中で言うと、すべての難しい問題を解決してくれる。頭のいい人ってなんて言うんだっけ。知者かしら。ああ、軍師っていうのはまさにそういう人物だ。じゃあクレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。もちろん構いませんよ。可愛い言い方ですね。むしろ私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。それで皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお方の様子、ぜひ紹介していただけませんか。クレイも肩書きが欲しいな。そうだ、クレイは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で、栄誉騎士のお兄ちゃんは騎士、それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。盗賊か。子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったの？エイウルアお姉ちゃんは全てを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。うん、まあそれならいいわ。コレイお姉ちゃんは治癒士かな。うん、
治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ私にできるのかなって思って、私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんてなんかティナリ師匠みたいかも。グレイを信じて。コレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディアお姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった。イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット？クレイ、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット、つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか？やば、見透かされたかも。あっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました、引き受けます。はいはい、新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。ん？こいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか？確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか？あ、それはついこの間心境が破壊されてしまって、まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて、今心境の多くのものは止まってしまってます。この間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに、結局今はこんなことになっちゃって。イディアお姉ちゃんがママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。これ不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。ええー、待って、あなたは。すごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにってクレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん。お姉ちゃんのことだよね。そうだったのですね。魔女の子は魔女というわけですか。あなたがアリスさんの心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。イディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコみたいに。コレイってそういうツッコミキャラだったの？大丈夫、クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんてシュボボボーって飛んでっちゃうよ。
他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ。私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。そんなこと言うなよ。お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えばどう任務を分けるかとか。